はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回はアップルペンシルの互換商品紹介したいと思います。アップルペンシル純正はめちゃくちゃ高いということで、このような互換品結構皆さんお探しの方多いようでして、今回は iPad ペンシルご紹介します。今回はエノテックというところから発売されてますタッチペン極細スタイラスペン、2018から2020の iPad 対応、超高感度パームリジェクション対応、2020年最新進化版、5分自動オフ、遅延なし、途切れなし、お絵かき、メモ取り、ゲーム、返しにつき、 iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini 対応、ホワイトご紹介いたします。パッケージこんな感じで非常にシンプルなパッケージになってまして、ポイントはパームリジェクション機能がついているというところです。今回のターゲットとなる方はね、メモアプリとかでメモを取るという方にはぴったりなペンシルかなというふうに思いました。というのも筆圧検知機能であったり傾き検知機能っていうのは搭載してません。ですのでこのペン先で絵を描くというか文字を書くだけの機能に特化したペンです。現在価格が2699円の 10% オフですので、まあだいたい2500円以内の商品という感じの価格、 Apple Pencil に比べると圧倒的に安価な商品です。では開封してチェックしていきます。開封いたしました、本体と説明書です。日本語ちゃんと書いてますので、一応まあ簡単ですけどね、特になんか注意すべきことっていうのはないかと思いますけれども、このように説明書がちゃんと書いてあります。ポイントはここですね。対応デバイスご注意ください。このような形で2018年以降対応のデバイスに使えるというような仕様になっております。充電時間は 1.5 時間、まあ2時間以内と書いてありますけれども、それで24時間使えるという仕様になってます。ペンの先が細いのが特徴です。約1ミリということで結構細かい文字、なかなか書きやすくていいなというふうに思いました。筆圧検知、傾き検知ないんであればかなりこれいいというふうな感覚です。お決まりの Amazon ギフト券1000円分が500名に当たる、あとはありがとうございましたカード、なかなかおしゃれな絵が描いてあります。そして充電です。充電は、タイプ C ですね。タイプ C 嬉しいです。タイプ C、タイプ A の充電、そしてペンを引っこ抜くためのピンセットと替えのペン先が一つ入ってます。こんな感じの付属品です。本体見ていきましょう。嬉しいですね。これ見てください。これ五角形じゃない、 1,2,3,4,5,6,7 8角形ですね。8角形の形をしてますので、金属に白色の塗装感丸出しで、ちょっとねツヤがあるのはお分かりいただけますかね。高級感はそこまでないですけれども、これね何が嬉しいかと言いますと、転がらないんですよね。こういったよくね転がるタイプあるんです。これも一応ここにスイッチがあるので転がりにくくはなってるんですけれども、まあ一番転がるのはこの純正のアップルペンシルですよね。転がってしまいます。これがねコロコロと止まる場所がないので、純正の第一世代のアップルペンシルは転がりますということですけれども、今回の商品はこちら8角形で転がりません。こんな感じのペンです。そしてペン先このようになってまして、かなり細いでしょ。これねめちゃくちゃ書きやすいです。そして今電源オンになってます。ここ青い LED ランプついてますけれども、このねお尻が電源のスイッチです。カチッとクリック感があります。カチッカチッと、これはなかなかいいですよ。非常に分かりやすいです。そして5分経つと自動的にオフになりますので、この辺りの電力長持ちっていうのもいいかなというふうに思います。ではどんな感じで書けるのかっていうのを見ていきたいと思います。この前のねソナーペンは全然認識がやばかったですけれども、見てください。欲からじゃない、物から書こう。物欲、こんな感じでもう検知しないというのがないですね。カチカチという音も結構控えめでいいです。こんな感じです。なかなか書きやすいです。
下手くそな字だな本当にこんな感じで、これね筆圧が検知されているように思いますけれども、このブラシのアプリですので、全ブラシはこのタッチしている時間で筆圧が変わるので、筆圧というかこうね止めが変わるので、こうあたかもね書道でこうため抜き、こんな感じであたかも細い筆圧が検知されているかのような線が書けますけれども、まあ、単にこの速度で検知しているというだけですね。こんな感じで書けます。続いてアイビスペイントですけれども、これもパームリジェクションを搭載してますので、手の甲をついても大丈夫ですね。こんな感じで書けます。うん、感度いいんじゃないでしょうか。細かい部分まで書けますね。はい、感度良好です。今カチカチ音もお聞きいただけますかね。すごい小さいです。別のものを見てみますと、ほら大きいんですよね音が。あとちょっと遅延があるのがお分かりいただけますかね。こう離れますよね、これ見てください。今ペンの先と文字、今回のものはほらさっきのより速くないですか。これ2本書けるのかな。あ、こういう技は無理ですね。2本書きは無理だ。このぐらいの1センチぐらい遅れる感じ。別の商品ですとほらどうだろう、それよりちょっと、もうちょっと 1.5 センチぐらい、まあ微妙かなまあ微妙な差ですね。こんな感じで書きやすいペンです。若干ねこう沈み込む感じもあって、ペンの先がなんだろうな、このいい感じですね。なかなか伝わりにくくて申し訳ないですけれども、非常に書きやすいペンだというふうに思いました。いかがでしょうか。筆圧検知と傾き検知がないのはやっぱ残念ですけれども、どうでしょうか。筆圧検知と傾き検知がないのはちょっと残念ですけれども、やっぱりその2つを備えたものっていうのは互換品ではないですよね。何かあるんでしょうか。それが出れば紙ペンになる可能性が高いですけれども、なかなか万能なのはないかなというふうに今のところウォッチしております。ということでいかがでしょうか。今回はエノテックというところから発売されてますレビュー品 iPad ペンシルご紹介いたしました。楽しい iPad ライフをお過ごしください。参考にしていただければ幸いです。今回も見てくださりどうもありがとうございます。